こんばんは、赤月です。今日はですね、ニュースにね、あの、安倍首相の桜を見る会がちょっと訴えられてますよね。この話題でもしきりなんですけれども、その安倍首相を刑事告訴する税金支部私物化を許さない市民の会の正体についてね、お知らせしたいと思います。見た顔がね、いっぱいいてるんですわ。もう左翼のソークスっていうかね、まあ、とんでもないのが、あの、訴えてますよ。 その会のね、代表がね、この田中正道っていう人なんですけどね。この人ね、あの、懲役12年の、まあ、あの、元暴力団の殺人犯なんですよね。これ、私のブログでも以前に取り上げたことがあるんですけれども、まあ、あの森、森友学園問題でも出てきたね、えー、菅野保さん。この人がね、この人と元仲間だったんですよ。 で元々働きはまあユニオン系の人ですよね。でも、暴力団のね、確か小松会とかね、いうところに所属してたね、元ヤク,ザヤクザ屋さんなんですよ。で、なぜかその、田中正道と仲違いした、まあ、菅野保さんの暴露がね、まあ、こういうふうに出てるわけですよ。まあ、要するにあの、ヤクザで殺人犯や、いうことをね、ばらしてはるわけです。だからね、そんなね、あの、 怪しい人たちが集まってね、安倍首相を刑事告訴するってね、とんでもない話でしょう。うだからこれはね、あの、やっぱり広く皆さんにお伝えし,しないといけないなと思、思って、まあ、より遅くまで頑張ってブログ作りましたで。さらにそのメンバーなんですけれどもね、まあ、やはり、あの、北朝鮮関わりのね、あの人たちが多いです。この鈴木邦夫さんっていうのはね、あの、もともとは右翼団体の 一水会の代表だったんですよね。ところがある時からなんか変説してですね、まあ左翼寄りに突然変わっていって、まあ、なんとですね、あの、中ュ思想、北朝鮮の中ュ思想にえらい信奉して、鈴木国王主義 <laughs>、中ュ思想入門っていう本まで出してるんですよ。もうすっかりあの、北朝鮮の工作員ですよね。で、その中に、あの、やはりこれ会なんですよ、その、えっ、ー、と、その、 安倍首相を訴える会のね、でここに田中正道でしょで、枝野さん。立憲民主の枝野さん。で、これ、オリーブの木の政党代表の黒川敦彦さん。こういう人たちがね、あの、揃ってね、まあ、訴えようとしてるわけですよ。その他にもね、斎藤さんっていう人、この人ちょっと知らなかったんですけれども、調べてみると、もうマイナンバーが日本を壊すって言ってね、マイナンバー制度に反対してたり、 まあしてる人なんで、それで思い出したのが、あの、サイフラットマウンドさんが、やっぱりあの、マイナンバーに抗議する形でね、あの、わざわざ自分の T シャツにマイナンバーをこう、吸ってですね、マイナンバー T シャツを作って、あの、公開して貼りますよね。それの動画なんかも、あの、昔に上げられているそうで、まあ、ニュースでもマイナンバーを公開しする人でね、出た記憶があると思うんです。 で、すでに、まあ、あの、令和新選組は、あの、私のブログでね、何回も言ってきた通り、すでに乗っ取られておりまして、まあ、これが、あの、座間市の市会議員でもある沖縄市議なんですけれども、これが現在の令和新選組の事務局長です。で、令和新選組は、副事務局長も、えー、選挙スタッフも、まあ、印刷屋も全部市民の党に乗っ取られています。 というよりも、山本太郎氏自身がね、もう市民の党の、もう、工作員となってますよね。で、このポスターにあるのが、この斎藤正史氏っていうね、もともとあの、北朝鮮のヨドボ事件に関わっている方で、国会でもあの、何回も問題になってる方です。でこういうふうにね、あの、普通の市民団体を装って、まあ、ごく普通の、まあ、市民の活動みたいな形でね、まあ、講演会を開いたりしてるんですけれども、 よくもまあこんなね、懲役12年も言ってる元ヤクザの殺人犯をこう仲間にしてね、だからそういう手段を選ばない人たちだっていうのがわかるじゃないですか。なんでこういう人がね、あの、そんな主催するんですか。もう人相を見てもどう見てもヤクザ屋さんじゃないですか。で、この黒川厚彦さんも笑ったらこう人相良さそうに見えるんですが、こう、普通の表情の時ね、やっぱり後輩目してるんですよね。 で気持ち悪いです。でそもそもあの、そのオリーブの木生徒を作る前の、あの、無所属の時には、あの、なんとは山本太,太郎がね、あの、応援してます。それの動画もあの、過去記事の中でね、動画の中でも取り上げたと思いますけれども、えー、今日はそういう風に、えー、安倍首相を訴えてる会の正体についてお知らせしました。この後ね、もう一本作ってますんでね、次にあの、二本目もあげます。 よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。では。